6点差、しかも満塁の場面。この場面で普通ならバントはありえない。結果は失敗だったが、そのプレーは原監督の期待に応えたいという思いの表れだった。そして3週間後、再び河合にその舞台が訪れた。1点差で阪神を追う大事な場面、ここで原監督が指名したのは河合。河合にとっても大きな意味を持つバントだった。